あなたの苦手なものは？うん、苦手なものいっぱいあります。もう好き嫌いだらけですから。あ、そうなんですか。はい、じゃあまず何からお聞きしましょうか。いや、食べ物が嫌いなもの。あと、そうですね、まあちょっと商品名になってしまいますが、マヨネーズは僕でも全然ダメ。マヨネーズ？うん。え、マヨネーズなんで、こってり系だから。いや、っていうかもう食べたことないですね。ちっちゃい頃からもう気がついたらもうなんかダメです、ね。じゃあマヨネーズご飯とか。考えられないです。じゃあ野菜のドレッシングなんかは。ドレッシングは好きなんですけど、ドレッシング倫理っていうのがあって、ドレリンっていうんですけど、どっからどこまでや、こっから先はマヨネーズだろうっていう、ほら微妙なとこあるじゃないですか。そのライン、ギリギリのラインっていうのはどういうところなんですか。これまあ実際こう見て一口食べて、あ、これもうドレリン引っかかって、これはマヨネーズだっていう。